はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル、現在ですね、王のソウル集めをしているところで、墓王2頭と4人の皇后ですね、この2人は倒したんですけれども、あと残ってるのが白竜シースと混沌の苗床で、どっち行こうかなと、ちょっと考えたんですけれども、今回は白竜シースから、倒していきたいので、公爵の書庫へ向かいます。で、現在アノールロンドにいて、この左側ですね、あの巨人兵どうしようかな。それなりにソウルはもらえるんだよね。無視するっていうのもありだけど、無視しようか。こいつは端っこ通れるかな。ちょっと、お、さよなら。もうこれでシカトしていこう。そんなにしつこく追っかけ回してこないよね。で、先へ進んでいくと、ここですね。アーマードタスクがいるんだよね、あのイノシシ。こいつをどうするか。狭いところでの戦闘になるからな。やり過ごすっていうのも全然ありなんだけど。うお、すげえ減る。おっとっと、後ろにいるとあれか、後ろヒップアタックしてくるのか。この大飛竜が一発やるとさ、すげえ減るんだけど。しかし火力は抜群、スタミナの減りが半端ないけど。攻撃するときは両手持ちだな。ここら辺敵がね、そもそも強いんだよね。発見された？この右側にいるんだけど。あ、来た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 。おりゃ、見て、ちょっと待って、両手にして、おら、叩き潰す。エスト飲もう。で、この先、この先はまずここに拠点を作って、どうせ死ぬからね。注ぎ火をするかどうかだよな。今一個人間性があって、多分何回か死ぬから、まず聖者に戻ろう。戻ったら人間性が何個あったっけ。一つ使って、双子使っちゃう。いや、一つだけにしよう。それで注ぎ火をもうしちゃいましょう。よし、10個はないとちょっときつそうだからね。で、左右には特に何もないか。よいしょ、エレベーターを登って、盾は構えておこう。来た、スケルトン。ゲ、弓を、ゲ、しかもこっちにもいるじゃねえかよ。ほら、おお、一発強え。大竜がマジで強え。あ、伝道師がいるのか。いやー、ギャイってー。ほら、外した、痛い。ちょっと待って、どんだけいるの敵。きちんと隙を見て、え、回復したいといえば回復したいんだけどな。しまった、なんか蹴りを出してしまった。ほら、エスト1人480か、それなり。あー、なんかの属性がついてるから盾でガードしたとしても減るね。コンクリスタルゴーレム、いて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 、何こいつ。おりゃ、よし、2発で倒せる。割れたペンダント、なんか手に入れたな。お、待って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 、
俺あの伝道師マジでなんとかしたいよな。死を覚悟してやつに特攻するか。両手持ちにしよう。いったいったい、よっしゃ。あとは痛い、死んだけど死んだけど伝道師は倒したからね。あれ伝道師復活してる？なんかおかしいな。伝道師って倒したら復活しないんじゃないの？あ、このダンシングが超うぜんだよな。やばいやばいやばい。一応倒しとこう。ちょっと待って、逃げた。骸骨くんもな、鬱陶しい。ソウルは回収してないか。ちょっと弓がいるからな。敵は全員倒してから行きたい。安全を確保して進みたいんだけど、聞いて、攻撃が遅い。これは勇敢な勇者のソウルか。お、普通に接近戦を挑んできたな。バカめ、いっていっていって、弓矢強え。エストを飲んでこう。体力はやっぱ常にね、満タンにしておきたい。2匹か。打ったところで行って、強い。なるべく複数は相手にしたくない。そしてエストモノブ、どこにいんだ。左側、あいつか。ほら、ただ当たれば一発。さすがの大龍が。こちら辺ってなんかないの？宝箱みたいなのがある。え、大丈夫？殴っとく？ちょっと待って。大丈夫だね。ミミックとかなんかいた気がするんだよね。お、くさび石か。悪くはない。不装の方が使いやすいよね。でも実際この大龍がより。武装はね、モーションがすげえ優秀。本当に使いやすい。あれでこっち側は？え、また敵がいんのかよ。まあいいや。できれば一匹ずつ排除していきたいけど。弓とかってどうなのかな？弓でおびき寄せよう。よし、当たった。弱っ！弱いけど、ほら、よし。左にいるね。やはりいたか。よし、こっちもいるね。無駄で、これは光るくさび石、順当に排除していこう。おお、なかなか素早い攻撃だ。決勝だからね。これだ、死んでいる人がいる。両手に持ち替えて、ん？大丈夫？ちょっと待って、もう一回ここで、ほら、おりゃ、うわー、よし、2発強すぎ。大龍がマジで強い。お、貪欲者の楽園、決勝のナイトシールドか。貪欲者の楽園ってあれだよね、なんかミミックになるんだよね。ちょっとかぶってみる。
宝箱に擬態する怪物の頭。頭に被ることができ、ソウルの吸収量、アイテム発見量をわずかに上げる。烙印の呪いの影響も受けてしまう。ヒットポイントが減ってくんだっけ。いいよね。まあ、騎士にしましょう。そう、装備ね、ちょっとレベルを上げました、そういえば。プラゴにできるものはプラゴにした。で、まあ、かけら系を使えるやつで上げてった感じかな。光るくさび石とかはもったいないんで、それを使わなきゃいけないものはちょっと使わずにやってます。何かの影が今ね。でね、白竜シースのところに行くんですけど、倒せないんで、最初は。いけない、そもそも。こいつら邪魔で。なんだ、え、パーリーしてきた。あ、いったー。これさ、人、これ、いつもの骸骨じゃなくね。すげえ人っぽくない、動きが。あと形が。よーし、復活、まあ、復活ってわけじゃないけど、来た。このよくわかんないの。ほら、早い。不走にしよっかな、ここだけ。パリしてくるかな。盾を構えてるときはちょっと怖いよね。ほら、半分以上は減るか。あと一発だな。ほら、よし、オッケー。3600。こいつは何だったんだ。敵はもういないかな。先へ進んでいき、あ、決勝トカゲー。うわは、いなくなってしまった。まあ、また後で倒せるっちゃ倒せるからね。あー、で、切りで倒せなくて、しかも負けるとね、なんか呪いとかになるんだよね。犠牲の指輪、ね、尊い犠牲の指輪、これつける。なんか呪い攻撃をしてくるんですよ、白竜シース。白竜シースとかいけねえし。呪いは関係なかった。まあまあまあ、でもつけておいてよかったというところですね。で、そうすると公爵の書庫、なんかよくわかんないところに飛ばされますと。まあ、牢屋。さて、こっちを何つけよっかな。ハーベル、超愛と加護つけちゃう。もうアルトリウスの契約はもうつけるところないでしょう。この2つがな、ちょっと微妙になるんだけどな。超愛と加護はね、普通に強いからね。ちょっと超愛と加護つけるか。よし、つけちゃいました。で、装備重量もう少しいけるな。そうすると騎士いける？ 100 だね、ちょうど。上級騎士もいけそうだな。でも上級騎士鍛えてないからね。ちょっと上級騎士にしてみよう、全部。オール上級騎士で100、102か、まだ。まあ、中ローリングでいいでしょう。で、レベルアップどうしようかな。2万5000もすんのか。超ハイとかをつけたから、ヒットポイントとあれがすげえ伸びてんな。ただ上級騎士はね、今、鍛えてるわけじゃないんで、騎士の兜の方が強いですね。こっちにしよう、やっぱり。後で上級騎士鍛えよう。で、ハベルと超ワイト加護があるから、だいぶ重くても大丈夫っていう感じか。何かをあげよう。何あげる？もう筋力はもういいか。40あれば全然大丈夫でしょう。ということはだよ、やっぱ体力に振ってこう。
持久は25あるから、まあ、それでいいとして、体力も25くらいまでには上げたいよね。鍵がかかってる、ほら死体を漁る。武器を取らなかったのは誤算だったな。変な音がするんだよね、不快音。これが鳴るとね、なんかモンスターがね、そう暴れ出すんだよね。モンスターが放たれた、解き放たれた。とはいえこれは機関のコッペンを使えば、あ、なんかいる、なんか来てるね。ふん、あっち行っちゃった。あれ、みんなあっち行っちゃった。この音もねちょっと嫌なんで、機関のコッペンを使おう。あ、ちなみにこれね、ここに放り込まれると機関のコッペン使ったとしてもここに戻されますね。で、公爵の書庫と、特に不快音は消えてるんで。こいつは何なの？よくわかんないんだけど、かわいそうだから背中を切る。こっちってなんかある？え、いる。ちょっと待って、1体ずつ1体ずつ行きたいんだ。すげえいっぱいんだけど、何これ、閉じ込められたやつかな。上に行くとなんか出れるは出れるんだけど、鍵が必要なんだっけな。あ、来た。1体ずつ始末していこう。よいしょ。あ、ついでだ、倒していこう。先手必勝。かかり火は近くだからね、もうすぐ近くだから。ほらっけ、もう一発。特になんもねえんだけど、開く？鍵がかかっている。こんなところも鍵が必要なのか。下に降りていきましょう。ここも鍵必要。じゃあ全然あれ、ショコロン、あ、さっきあいつが、トカゲが持ってたやつか。先が見えないな。ここは開く？鍵がかかっている。これもダメか。一旦下の方まで降りていけるところまで降りていきましょう。開く鍵と開かない鍵があるね。グッバイ。おりゃ、なんか宝箱的なものは、あー、なんか下降りれそうだけど、なんか怖えな。いや、ヒットポイントでもすっげえ伸びたね。まあ、スタミナもそうだけど。超ワイトカゴはやっぱり強いな。まあ、外せないけどね、もう。これさっきののさ、あ、ここに来るね。あ、鍵ゲット。おりゃー。そこから、まあ、一旦下まで降りちゃいましょう。やっぱり結構経験値も手に入るね、倒していくと。なんかある？いや、広いな。なんか見えるけど、これは？別に何でもないか。画面が綺麗になってるからね、そのプレステ3と比べて。いっぱいいる。これ確かなんかあれなんだよね、そのレア様と同じ一族の聖女なんだよね。で、その白竜シースのなんか実験体でここに
閉じ込められたみたいな。で、こんなになっちゃったみたいな。かわいそうだけど。倒していきますか。掴まれたらすげえ減りそう。お、水入ってくる。あ、なんかある。これ人間性とかかな。あ、人間性だね、やっぱり。一体ずつ確実に処理していこう。今音楽が鳴ってないからあんまり激しい動きはしてこないのかな。人間性狩りみたいなのはできるかどうかはわからないけど、死ぬと人間性なくなるからね。俺はすぐ死ぬから。てかまあ普通はすぐ死ぬ。あの超やり込んでないと。ちょっと待って、痛え。結構食らうは食らうか。エスター飲んどこう。でね、そう、この2人はなんか多分上級の聖女だったんだよね。まあごめんね。あ、強い。死んでもらうけど。で、太陽の光の癒しをゲット。ごめんね。で、太陽の光の恵みと鍵がかかっている。あ、ビッグハットローガンじゃん。あの職は知識の山。え、鍵だって、あの鍵じゃダメなの。あ、開く。あ、開けない。別棟の鍵じゃダメなのか。一回上に上がりますか。じゃあ、お、宝箱。宝箱というか宝ソウル。じゃあ上に登っていきましょう。あれ、どこだったっけ、あいつが音楽鳴らしてたところって。鍵がかかっている。あー、ここちげえや。もう少しどっかから行くのか。ローリングが有効。ローリングで向こうに行けるってこと。なんかアイテム見える。2万あるからね、あんまり死にたくないんだよな。こうパッと見る限りアイテムはあそこになんかあるね。まあ、さーって降りればとりあえず死ぬことはないから、どんなに高くても。早いし。で、ここが開けられる？別鍵。え？ここ開けてどうすんの？は？マジでわかんねえんだけど。あそこへ飛び降りろと？おお、降りられた。ソウル。怖い、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 怖い。よくわかんねえとこに来てしまったな。これ降りて大丈夫？あれ？なんかいる？あ、違う。これか。これで音楽を鳴らしてたんだ。まあ、これ引っ張っちゃうとね、音楽が鳴っちゃうんで、正規ルートとしては。い、怖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 い。あの野郎。ほら！一撃よ。で、これ一応、なると。大丈夫そうだね。食大扉の鍵。おお、びっくりした。トカゲ戦士もそれなりに強いからな。で、本当だったら多分こっちから来たんだよね。これどこ。あ、ここね。見えなかった。ここにはしごがあったんだ。じゃあビッグハットローガンを助けましょう。この鍵でもないの？ちょっと待って、どういうこと？助けらんねえんだけど、こいつ。
かわいそうだけど。もう登って、いや音楽を鳴らす意味は絶対ないと思う。え、ここだってもう行き尽くしたでしょ。これだけだよ。一回一番上まで登ってまたどっかから鍵を手に入れてくるってことかな。牢屋の鍵的なやつ。まあ、この鍵でね、多分一番上は開くと思うんで、ちょっと一番上までまた行くか。めんどくさいけど。よし、開きますね。まあ、いっか、もう先こっち行っちゃうか。ビッグハットローガンよくわかんねえ。死んでる跡がある誰かの。え、ちょっと両手持ちはやめて盾を構えよう。飛び道具あり。で、背を向けるってあんま良くないんだよね。あそこにも。ジグザグに走っていけば。おーおーおー、ちょっと待って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 。弓矢系がね、本当に鬱陶しい。振りが遅いからな、これは。振ってる間に攻撃食らうよね。で、体力はね、もうちょっと減ったら回復、ちょっと減ったら回復の方が初心者はいいと思う。なんかこう、エストの回復量がもったいなくて、体力少ないまま動くと結局やられちゃうんだよね。逆側から、いてほら、ただ当たれば一発。ショコは結構広いな。ちょっといった。ほら、よし、先手必勝。ちょっと飲む飲む飲む。痛い。ほら、叩き潰す。で、で、自分が今どこにいるんだか分かんない。これね、なんか回転できるんだよね。果たして回転させちゃっていいのかっていうのは、ちょっと分かんないけど。ここからさらに上に行けるのか。逆側もなんか行けたよね。行って、つえ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 。アイテムがない。エストはあと4つか。これあそこ行って、つえ。ちょっと柱に隠れて、よし、しっかり縦受けして。来るか、来ることはないか。ほら、叩き潰す。で、今すげえ一番上、一番上ではない、あっちにいるね、敵が。まあ、ちゃんと縦受けしながら行こう。で、撃ったところを潰すと。向こうに行きたいんだけどな。このまま行ける？ちょっと待ってね。なんか飛び降りていけそうな気もするけど、ちょっと一回下に降りるか。あ、こっち側も行ってなかったね。一応ちょっとチェック。あれ、このミミックチェックをしたいんだけど当たらない。いや、え、大丈夫？どうだった？今片手に持ち帰って大丈夫そうだね。光るくさび石、光るくさび石が割と手に入ってるね。不
装は鍛え終わったからな。あと光るくさびして何を鍛えていくかというところなんだけど、本当はね、なんていうの、そのボスを倒した時のソウルを使って、まあ、いわゆるユニーク武器っていうのが作れるんだけど、それもね使っていきたい気はするんだけどね。強いかって言われたらちょっと分かんない。アイアンゴーレムの斧とかね、一回戻して、どっちから来たんだっけ。ちょっと上登ってく。敵がいるってことはまだ探索してない。アイテムは特になし。あ、ちょっと待って、見えないところから、死角から出てきてたね。宝箱はこっちにはないか。ということは一回戻りの、敵は大体排除してある。なんか最初のところで注ぎ火した意味あんまりないな。でこっちにね行けるといえば行けるんだよね。敵がいる。よし、魔法は食らいたくない。足を止めないように行こう。足を止めなければ魔法は食らわないはず。痛い、食らった。ちょっと狭い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 んだよ。ちょっと待って待って待って、やられた。よし、回収完了。ちなみに武器はね、不装に切り替えました。不装の方が全然戦いやすい。やっぱりこういう狭いところはね、不装の方がいいよね。いた。ひでえ、モーションが本当に速い。ここ多分最初のところか。なるほど、最初のところに戻ってきたんだな。あのガラ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 って上に上がってったところですね。なぜか人間性が一つ溜まってんな。で戻ってきたところでどうすんの。あっち側に行きたいんだよね。あっち側行けるか。この階段、なんかいる。しかしその前では一発で確かに倒せない。一発では倒せないけど、きちんと縦受けして2発叩き込めば。あ、でこれであっちへ行けんのか。あんなところからも撃ってきてんだ。伝道師どこにいるんだ。この上か。宝箱はなし。うん、向かってきてるね。ちょっと待って、いて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 、エスト痛くはないよん。おりゃ、どうする。3つか。飲もう。逆にはいけないから、こっち側か。この先に、あそこにひっかかり火が。あ、いけねえし。待って待って待って、マジで引っかかってる。かがり火、かがり火プリーズ。まずはここのかがり火。ボンファイアリット。ふう、5つか。どうする。人間性がまた1あるんだよな。さっきの注ぎ火が大して意味なかったからね。意外にあそこから死なずに書庫まで行けたけど、あれどこだ。あとは道がわからん。下に行けたような気もするんだけど。うおお、いきなり、いてててて、いっていっていって、これもあと一発勝ったら確実に死ぬ。これ何、
結晶直剣か。結晶系はね、まあ強いっちゃ強いんだけどね。ちょ、安全なとこで戦おう。ほい、げ、弾かれた。いって。こっちにもいたか。全然気づかんかったわ。ダブルで殺す。あれ、意外に敵がいっぱいいるな。こんないたか。弓兵は一発。暗くて見えないところは見えないんだよな。んー、どっちだ、あっちには行けないか。ローリングで破壊できる。この、うわ、電動士が階段みたいな、行けるわけじゃねえし。どっから撃ってきてんだ。一回上に登るか。じゃあ向こう側とかに出んのかな。死んだこれやっぱこっから飛び降りるのかな、向こう側に。エストビンがあと1個しかないからな。通ってみよう。いけた。いて。あとはちょっと食らわないようにこいつをぶっ倒す。逃げたか。でそこからちょっとくるっと回転させよう。これ回転させてる間ダメージ大丈夫？怖え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 。でこれ回転させてる時にね、なんかうまくジャンピングするとどっかで飛び移れた気がするんだけど、さすがにそんな勇気はない。あれ結局これこっち来てんじゃん。下へ行けってことか。こっち側。あ、なんかあっちに敵がいるけど、ちょっと遠いな。あ、こっから行けそう。さーっとりょ、さーっと。お、行けた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 。で、これを、どうすんの？レバー引いて、おー、開いた開いた開いた。お、ここだ。これでショートカットができたんだ。なるほど、OK。さて、そこから、この先先生あり。どういうこと？暗くてよくわからん。両手にして。おりゃ、大丈夫だ。大龍眼にしようかな、もう。もう一回。青い塊。いや、くれー。ほんとに暗い。こっちへ進んでいきましょう。あ、宝箱？もうちょっと殴ろう。ほら、大丈夫。お、電動車。電動車一式ですね。まあ、着ないけど。で、これは？殴る。大丈夫。あ、これか。牢屋の鍵って書いてあるね。ここから戻れってことか、ビッグハットローガンのとこまで。めんどくさー。よいしょ。一応下に行けるようになって、まだ敵はいるな。で向こう側に行くと進むから、ビッグカットローがやっぱ助けに行く。機関のコッペン使おうかな。直剣。機関のコッペン使うとどこまでだ。あそこか。全然近くだな。ここに出てくるだけだ。すべてを無視してかがり火へ。じゃあちょっとビッグハットローガンのとこ行きますか。
死んだ。やばい、ソウル使っとけよかった。やべやべやべ、マジで危なかった。ちょっと戻ろう。そっか、こいつらまた復活してんのか。よくわかんねえけど。あ、生きてる。これ何なの。まあいいか、上で待ち構えてんのかな。またいるんかいこいつら。いや、お待て待て、すげえいっぱい来た、すげえいっぱい来たんだけど。いって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 、いつ超減る。場合は取れる。凶暴化してる？そんなことない？弓とかでプスプスできんのかな。来た。そんなにいって、なんか食らった。ちょっと待って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 、お前ら来てたんかい。弓になってる、弓になってる。お前どっから来たね。結構強えな、トカゲ兵。上から降りてきたのかな。大火球とかちょっと使う。おい、強っ。焼き尽くす。すまんねえ。あと1回しかない。向こうまで届くこれ。届いた。痛い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 。串刺しにされた。攻撃力が半端ない。よし、ようやく開けられたよ。助かったよ。2度目だな。この礼はきっとする。私はあの証拠に向かう。そこで新たな魔術を見出し、キコにそれを享受するだろう。楽しみにしてくれ。魔術はきっと進化するよ。って言われてもな、俺別に魔術いらないんだけどな。なんか2周目っていうか2回目はね、魔術系でいきたいよね。お、ひもり目の魂があるじゃん。で、これはもう機関のコッペンで戻ろう。めんどくさいから。で、ここか。ここはまた注ぎ火する。5個はね、やっぱきついんだよね。玉ねぎくんがいた、玉ねぎくんが。復活して。で、注ぎ火をやりましょう。あ、間違えちゃった。太陽万歳とか。10個は欲しいよね。そこからレベルアップ。2万6000か、まあ、体力は上げていこう。体力20か、ようやく。よし、これ21、25までちょっと体力にずっと振ってこう。
で、先へ進むんだけど、こっちの方だな。ショートカットを開けて、で、ビッグハットローガンがどこにいんだ？どれだ？あ、これだ、これだ。わかりづら。素晴らしすぎる。新たな魔術を享受できよう。それに白竜シースの不死の秘密。話す。白竜シースの不死の秘密。キコもあれと戦い囚われたのであれば分かっていると思うが、あれは我々とは違う本物の不死だ。傷はすぐ塞がり、致命傷を負わず決して死ぬことがない。それはシースが古い竜たちを裏切って手に入れた秘宝原始結晶の効果だから、まず原始結晶を破壊しなければシースを傷つけることはできない。原始結晶はこの書庫の中には。結晶の森。おお、アイテムがいっぱいあるね。アイテムっていうか魔法。でも魔法使わないからね。魔法だけか。ありがとうございます。さよなら。俺は納金で行きますんで、また2週目にお会いいたしましょう。ということで、こっち。おい、当たんなかった。で、この宝箱はどう？大丈夫か。七色石。ああ、そうだね。七色石役立つね、そういえば。クロートの人とかはね、もう多分いらないと思うんだけど、俺みたいな素人には七色石必須だからな。セッティングだけしときますか。七色石。ひもり目も使いたいな。さて、ここが中庭で、あ、金色のゴーレムがいますね。これなんか囚われた人だったと思うんだけど、倒そう。まずは倒す。ほらほら、何、2発で倒せないとなるとちょっとゴリ押せないからな。出てきました。ジークマイヤーに似てるけど、ジークマイヤーではない。あなたが助けたんですか。ありがとうございます。カタリナのジークリンで、結晶に囚われていた。意外と快適だけれど動けないし困っていた。俺をしなければいけない。父をご存知じゃありませんか。同じ甲冑ですと。はい、行って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 。ちょっと待って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 。あ、ジークリン大丈夫。タフだな。ひでえな、会話中に攻撃してくるなんて。ほら、敵対しないよね。俺が殴らなければ敵対しないよね、多分。死にそうだけど、こいつ。ちょっと待って、さっき答えてたとこだったの。この国に来ている。ありがとうございました。なんかね、アングルによってか、なんか見れるんだよね。なんかこういう感じの。まあ別にそれは多分いろんな人がやってるから、それで見てもらえばいいと思うんだけど。あ、ほら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 、ちょっとカメラアングルが早いのか、よくわかんない。よくわかんないけど、こうやって顔が見えるっていう。で、クリスタルゴーレムみたいなのがいっぱいいるね。ちょっと排除していく。排除する必要はあんまりなかったと思うんだけどな。2発で倒せる。ゴリ押して、ここは。あっちもさ、すげえ固まってんだけど。おお。おお。りゃあ。よし、固まり。ジークリンではまだあそこにいるのか。クリスタルゴーレムに囚われるってどういう感じなんだろう。で、場所自体はこの中庭から結晶の森の方へ行くんで、このまま突き進んで、あのゴーレムがいるところではない、こっちの方。一撃離脱がいいかな、やっぱり。刺激打って一発ずつ。俺の方が早い。
絶対これ不装の方が戦いやすいよ。こいつ引っかかってんね。そうでもないか。よいしょー。でどっちだ。こっちの方。これ絶対死ぬな、このまま行くと。あれいけない。こっち？ああこっちか。いけそういけそういけそう。結晶凍結からのからのよ。見えない道みたいなのがあるんだよね。その前にこっちか。クリスタルゴーレムが割と痛い。落とされた。もうここは強引に突破していこう。回収してこいつはやり過ごす。そっからのわかんないけど適当に行って、これなんかここがねキラーンってなって、雪が降って、要は雪のところは道があるんですよ。でそれをなんか七色石でね探り探り進んでいくっていうものではあるんですけど、こう、あとね目印がこうやって置いといてくれてるんで、皆様方がこことかだから行けるよね。怖。でこのクリスタルゴーレム強いんだよね確か。できればちょっと、ちょ待って、こういうとこではあまり戦いたくない。当たってなくね。当たってるか。いったー、落ちる。昇竜拳食らってるけど、いやただ大龍河の火力は半端ないな。モーションは遅いけど普通にやっぱり強い。おおお、なんか落ちそう落ちそう落ちそう。大丈夫。月光町がいるんだけどさ、月光町ってなんかボスでいなかった？でどっちへ行けばいいんだ。あれこいつ何ぶん殴れる。こっから殴ってみようか。ちょっとやばいやばいやばい、余計なことをした。行って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 、マジかよ。ちょい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 、お、行けた行けた行けた。みんなの死体がある。おおおおお、やべえ、つっついちったよ。どっちだ。こっから先怖くていけねえんだけど。七色石を本来だったら落としながら行くところではあるんだけど、ちょ一回戻ろう。あれなんか別のとこに出てきた。あれどこだこれ。死体が死んだ跡があるけど、ちょ落としながら行くか。ほい、ダメだ。よいしょ、ここ OK。 ちょダメ、死ん、あおっていうのをね繰り返しながらやっていくと、アイテムゲット。人間性界でこれこっち行けんのかな。ローリング。月光町はちょっとつっつかないようにしとこう。ここどこ。あ、なんかこっち来たね一回。あ、人間性は貴重といえば貴重だからな。このまま進んでいこう。
こは走れる。あそこに俺の魂があるんだけど。ああ、ここ落ちる落ちるとか言いながら、え、ここ大丈夫？じゃあ七色石ダメー七色石あそこはいける。おお、怖え、超怖え、本当にこれ。こう向きを変えた時とかにね、七色石これだけで足りるか。ちょ、もうチキンだからさ。こんなの目印もなしにさ行くの不可能でしょう。ここはまだ行ける。ここも大丈夫。20個使っちゃったな。ここ雪がまだあるね。だ、次の雪の地点まで、げ、死ぬ。え、死ぬ。ちょっと待って、なんか一回戻るんだよね。あ、これこっちに行ける。死ぬ。え、待って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 。あ、いける。死ぬ。え、どうなってんの。で、七色石もうなくなるんだけど。いや、これ七色石マジ買いに行こうかな。え、どうなってんの本当に。え、ここから先行けないよね。あ、行ける。死ぬ。もうわからん。え、これ戻るだけじゃん。七色石がなくなってしまった。1万5000円か。ちょっと一回機関のコッペン使って。七色石全然足りねえわ。買いに帰ろう。もういいよね、こんなん大量に買っとこう。人間室いっぱい買えんじゃん。あ、もう1個しかないか。機関のコッペンも少し補充しとく。どうせソウルなくなっちゃうからね。腐れますやんとか。でもエンチャントできないんだよな、俺が使ってる武器って。なんで買ってあげたじゃんこのばあさん意味不明だな。じゃあ帰りましょうか。あれ、あっちの方も行ける？無理でーす。え、どういう状況？なんかこっち行けそうだね。どっからと隠し道？さ、投げるときもうちょっとさ遠くとかに投げたいよね。お、いける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 ね。あっちまでいける？これ、一応念のために敷くだけ敷いていこう。よし。で、俺はどこに来たんだ。狙撃地点。あ、ここからやつを狙えということか。本当に？まあいいや、シカとしていこう。つっつかない方が良さそうだからな。そして、あー、出てきた出てきた。貝軍団だね、貝の軍団。こいつは強えんだよな、正直言って。ちょっと手を構えつつ、ほら、一発じゃ倒せないよな。
ら。パカ。お。光るくさび石を集めるのには結構いいんだけどね。2体出てきたね。パカ。パカ。アイテムプリーズ。光るくさび石。ああ、光る系が結構溜まってきたな。でも光るくさび石買えるかんね。正直。結局あそこの地点が一番近かったか。もうボス戦なんだよね。先にもう行って先に攻撃しとかないと。モーションが遅いから。よいしょー。ないない。この先か。ボス戦ですね。行きましょう。でなんか結晶を破壊しろ的なことを言ってたんで、あれか。でそうするとこいつ弱るんで、基本的に後ろ取ってた方がいいよね。よいしょ。武装の方が戦いやすそう。え、大丈夫？ここにいれば。え、わかんねえ、わかんねえけどダメージ食らってんな。一回エースの行って。やはり俺の考えは甘かった。いや、何これ。時短出してダメージ食らってた感じか。やはり不走で戦おう。不走が一番安定する。本当に。よし、第2戦目。これは なんだ。お、びっくりした。どこを陣取ればいいんだろう。わかんねえ。やばいやばいやばい。呪われる呪われる。おお、呪われた。マジか。呪いを解くのはあったはず。怪獣石 そこそこ持ってたと思うんだよね。どこだ。いや、それでも4つしかねえか。よし。でね、向こう側にね、あれがあるみたいですね。結晶、先にそれを破壊しよう。あ、あった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 、あれだ。まずはこれを破壊しなければ始まらない。で、やっぱり後ろの方が安全かな。ここら辺がいいかな。と様子を見つつガードしながらここら辺で戦う。スタミナは残しておこう。この尻尾の先っちょあたり、実際尻尾もね切れるんだけど、緑化食っとけばよかったな。真ん中の尻尾を切断しなきゃいけないんで。おお、なんか声、なんかいけんじゃねえか。両手持ちにしよう。これもうご両セルしよう。あと一発。てかさ、待て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 、弱くねえか。はい、
終わり。あれ倒したよね。あそこいいわ、すげえ安全地帯だわ。分け与えられた王のソウルゲット。いやー、なんとかなったか。俺のソウルあった。回収しとこう。おお、6万ソウルはかなり美味しいな。俺のソウルゼロだった。死んだから特になんてことはないか。で、あとは何にもないっけ。よし、じゃあここを灯して、一回祭事場に帰りますか。よし、6万ソウルあるんでね、レベルを上げるっていうのもまあありだけど、2レベル上げられんのか。どうしようかな、時給にも振りたい気もするけど、あ、やっぱ体力かな。筋力50とかは必要か、まあ、技量も20で止めておくでしょう。もう今回魔法系は振らないんで、まあ、進行14がちょっともったいなかったね。最初のアストラの直剣取ったんで。そうだな、まあ体力2振っちゃおうか。もう残しててもしょうがないんで、25までは普通に上げていこう。はい、というわけで、無事白竜シースまで倒して公爵の書庫をクリアすることができたので、次回は混沌の苗床ですね、そちらの方に向かっていきたいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。